くらぐらいの商品が今回ご制約された感じでしょうか？33万円の商品が1件売れたっていう形ですね。なぜそれを今すぐその商品を買う必要があるのか、そういったホワイの部分っていうのをしっかりと訴求していくことで即決で制約しやすくなると。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、入学30日で月賞33万円の契約を獲得された山田さんと一緒にインスタ集客術の極意であったりとか、ご自身のコンサルティングサービスをどういう風にして販売していたのかっていう、その動線をね、詳しく聞いていきたいなと思うんですけども、本日は山田さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、今の業種を教えていただけますでしょうか？今はインスタ企業コンサルだったりとかコーチングをやっています、弊社をね、学会に入学されたきっかけっていうところも教えていただけますでしょうか？北野さんの本とかをいろいろ読ませてもらったりとか、あとは YouTube を見させてもらったっていうところがきっかけになりますね。ありがとうございます。結構やっぱり SNS とかね、はい、発信されてる方多い中で、うちを選んでいただいた決め手みたいなのがもしあれば、それも教えていただけたらと思うんですけども。 YouTube とかを見てて、その実績者の声、アカデミーに入ることでこれだけの実績ができるんだなっていうところですね、あとはそのコンセプトだったりとかを作ってくれる、コンセプトが8割ぐらいインスタでは大切なんで、そういったところも魅力的に感じました。ちょうど入学されてからね、約1ヶ月経ったぐらいの時で、もうすでに売り上げをね、上げられていらっしゃったということなんですけど、そもそも入学前の状況って、その SNS 集客面だったりとかでどういう感じだったんでしょうか？売り上げとしては10万円とかちょろちょろは稼げてたんですけど、そこまでなんか手応えがなかったっていう形ですね。安定もそんなせずっていう。そうですね、これ売り上げが安定しない時の状況ってどんな気持ちでした？もう不安ですね。来月の売り上げとかどうすればいいかなっていう、もう不安しかなかったです。そうですよね。結構山田さんだけではなくて、売り上げ安定しない方あるあるなんですけど、本当にね、やばくなると来月の電気代大丈夫かなとか、家賃大丈夫かなとかですね、いろいろあると思うんですけど、そういう不安でしょうがなかった状況から入学されてから、売上面でいうと今いくらぐらいの商品が今回ご制約された感じでしょうか？33万円の商品が1件売れたっていう形ですね、今回山田さんがそのサービスを制約された動線であったりとか、その実際に山田さんのインスタグラムも共有しながらね、内容っていうところをお伝えしていきますので、ぜひね、最後まで皆さん見ていただけたらと思うんですけども、まず集客成功の秘訣というところで、今のちょっとインスタグラムの総フォロワー数と LINE のリスト数をちょっと教えていただけますでしょうか？フォロワー数が3223人、 LINE のリスト数でいうと200人とかですかね。ちなみに、うちの学科入られた時っていうのは、インスタのフォロワー数とかってどんな感じだったんですか？大体100人とかですかね。本当ですか？じゃあ一気にガッと入学してから増えられた。はい。じゃあ100フォロワーちょっとから一気に3000フォロワーまで、すごいスピードですよね。1ヶ月間で2000フォロワーぐらい増えてますよね。そうですね。ちなみに入学当初の LINE 読者数ってどんな感じだったんですか？大体130名ぐらいでしたかね。でもこれぐらいのリストがあっても売り上げがそこまで安定していなかったと。はい。そこから1ヶ月間で70リストぐらい集客してるわけですよね。そうですね。こっちの方がすごいですけどね。実際にインスタグラムで月間で 2,3000 フォロワー増加させ、1ヶ月間で70リスト LINE に集客できて、33万円の売り上げがすぐに制約した、その秘訣っていうところをね、見ていきたいと思うんですけども、今回のその山田さんのアカウントっていうのがね、こちらになります。で、今で言うと大体3200フォロワーぐらいいらっしゃるということで、山 SNS コンサル社長っていう形で、すごいシンプルにね、コンセプトを作らせていただきまして、プレゼントタイトルとしては真似するだけで一人前、たった1ヶ月で200万円達成できるスキルという形で得点をつけて、統一感持った形でね、発信をされていらっしゃると。非常にね、タイトルとか見せ方もうまいなというふうに思うんですけども、実際に山田さんがインスタで運用していくときに、なんか気をつけてるポイント、もし3つ挙げるとしたらですね、これから初心者の方がインスタ集客していくときにどういうポイントを押さえていけばいいと思いますか？まずは実績の部分、権威性だったりとか、実績っていうのがすごく大切かなと思います。権威性と実績ですね。2つ目は見やすいデザイン作りだったりとかですね。ちなみにデザインとかっていうと、山田さんどういったアプリをいつも使われてますでしょうか？キャンバが一番多かったりしますね。キャンバで全てこれを作られていらっしゃるということで、しかもこれ紙芝居形式でやられてますもんね、ちゃんと丁寧に。そうですね。これからのじゃあインスタ伸ばしていこうと思ったら、昔とかだと本当に画像1枚だけピッていうだけでも伸びた時代があるんですけど、今やっぱライバルもものすごい増えてますし、クオリティマーケティングの時代だからこそ、できるだけ週5で投稿した方がいいんだけど、それよりも投稿日数をちょっと減らしてでもすごい質の高いコンテンツアップしていくっていう方が優先順位高いので、山さんだったらキャンバを使ってこういった投稿をしっかりと複数枚のスライドで作られている。こういうと結構ですね、いや、そんなに山田さんみたいな投稿を作ったら私だったら1日15時間かかっちゃうよみたいな人もいると思うんですけども、ぶっちゃけどうですかね、時間だったりとか。そんなにかかんないです。1時間から2時間ぐらいで。山田さんの場合枚数が多いから1時間ということですけど、でも1時間っていうね。でしかも投稿の文章も込み込みでやっていただいているっていうことなので、1日1時間の努力で1ヶ月間継続しただけで売り上げが上がってね、月70人集客できて、そしてインスタからね、2,3000 フォロワーですよ、1ヶ月間増えたら、それはもうやってくださいっていう話なんでね、皆さんも。3つ目のポイントは何かありますでしょうか。はい、やっぱ信頼関係、僕はライブとか顔を出すことをすごく心がけてましたね。顔出ししなくてもいける場合もあるんですけど、できるんだったら顔出しはするに越したことはないですし、はい、あとは、ね、インスタライブも定期的にされていらっしゃるということですね。じゃあちょっとねインスタライブとその権威性の話を詳しく掘り下げていきたいと思うんですけども、まず権威性っていうところでいうと、例えばどういう風な見せ方をされていらっしゃいますか。例えば自分が売り上げた実績だったりとか、あとは今までやってきたことを具体的に出したっていう形ですね。過去の実績や経験ですね。はい、そういえば山田さんの場合とかでは中卒社長がリールをやってみたらとかですね、はい、この僕でもここまで来れましたよであったりとか、例えば反応率が上がるとかっていうんで、実際に自分自身でいろいろテストして判明したこういったタイトルとかテンプレートとかをまとめてみましたとかっていうね、そういう切り口で投稿するだけでもだいぶ反応変わってくると思いますし、はい、あと個人でねされてる方でもフリーランスは一人社長なので、山 SNS コンサル社長ってすごい権威性が出るねキャッチコピーだと思うんですけども、はい、そういった実績であったりとか権威性を使いながらで、もし例えば自分にそこまで大それた実績がないですっていうね場合とかも、例えばそのメソッドを使って自分ではないんだけど自分以外の人、例えば同じコミュニティの人でも自分の教えてる内容と同じメソッドを使ってこういう結果が出たのであれば、例えばたった3週間で538万円の売り上げを達成したナイナイメソッドっていうのは実際嘘にはならないので、そういった他人の実績を借りてくるっていうね、これちょっと裏技なんですけど、ここに関してはいろんなやり方がありますのでね。あとインスタライブっていうのは頻度とか喋る内容とかどうやってますか。はい、週2、3はやるように必ずしてて、毎週火曜日やってるんですけど、まず決める、はい、あとはライブの内容もしっかりと告知して、フォロワーさんだったりとか見てくれる人のためになる情報、例えばどうやったらフォロワー数が伸びるのかとか、インスタでどうやったら売り上げが作れるのかっていう具体的な内容、ノウハウっていうのをしっかりと伝えていましたね。あとは楽しくしてました。大事ですよね、やっぱりね。実際結構ライブあるあるなんですけども、で動画とかで話すと、はい、テンションを普通に喋ってる時の 1.5 倍から2倍ぐらい上げないとつまんなそうに見えるっていうねがあるんで、テンションはやっぱ 1.5 倍ぐらい意識してやっていただくといいかなと思うんですけども、でも一番最初ライブやった時ってぶっちゃけコメント来なくないですか。僕 2,3 人しか来なかったんですよ、初めてライブやった時。はい、僕ほぼ0人でしたね。やっぱそうですよね。みんなねこれで結構インスタライブ始められませんって人多いんですけど、山田さんでさえ最初0人だったわけですからね。そこからちょっとずつ増えていったって感じですかね。そうですね。ちなみに視聴者がいない時もとりあえず喋り続けたっていう感じですか。喋り続けましたね。あとは絶対に誰も入ってこないっていうことはないので、誰かしらこう素通りはしてくれたりするので、そこで名前を呼んであげたりとか、受け入れる体制はすごく心がけてましたね。誰か通りかかったらすぐ名前を呼ぶ、ね、そうですね。はい、これ結構重要ですよね。ちなみに販売の動線としては、インスタライブとかインスタから LINE 公式に登録してもらってっていう感じだと思うんですけど、 LINE アットへの誘導っていうのはどういうポイントを意識されてますか。まずはフォロワーさんだったりとかインスタグラムの人とかで、しっかりとためになるプレゼントがあるよとかメリットあることを伝えてたって形ですね。山田さんの場合であればおさらいになりますけども、たった1ヶ月で月賞200万達成できるスキル受け取るはこちらっていうね。はい、ちなみにこれは PDF ですか。動画と PDF です。動画と PDF 両方ですね。はい。LINE 登録してからですね、そこからの販売の動線っていうのはどういう感じですか。無料個別相談なのか、もしくは Zoom セミナーなのか。無料個別相談ですね。最初のうちはですね、僕らもお勧めしているのが、セミナーって結構最終形態だと思っていて、最初やっぱり1対1で個別相談をした方が、別にセールスしなくてもいいんですけど、お客さんの悩みとかを直に聞けるんで、一番最初ね、僕らも15分無料個別相談をお勧めしているんですけども、電話で1回お客さんとお話をして、そこでじゃあ山田さん商品興味があるっていう方に関しては、もうその1回目の電話で販売されてる感じですか。そうですね。今回制約されたお客様とかもそうなんですけども、反応としては、例えば営業とかですごいなんかゴリゴリに販売する方とかもいらっしゃると思うんですけど、山田さんは一切そういうことをすることなく。そうですね、もう買うつもりで来たって言われてました。じゃあもうお客様の方から申し込みたいという状態で来ていただけると。だから一切売り込みとかはしてないですね。これが一番ね、お互いにとってもスムーズですし、ストレスも少なくっていうことがあるので、今日動画見てくださってる皆さんもですね、これはやっぱり LINE とかインスタで山田様って事前に教育ができてるっていうのがでかいと思うんですよね。そこでインスタライブとかで山田さんの人柄であったりとか、扱ってる商品とかの特徴だったりとか、ある程度知ってもらった状態で個別相談に来ると。この状態を作るってことがすごい重要ってところですかね。最後にね、 LINE 配信で山田さんが意識しているポイントとかもちょっと聞いていきたいなと思うんですけども、 LINE の配信で意識しているポイントなんかありますか。一番大事にしてることは、信頼性とその商品の必要性を僕は大切にしてます。まあ、信頼性っていうのは、僕の顔だったりとか僕の人間的な部分っていうのを、ストーリーだったりとか、こういうことがあったんだよっていうことをしっかりと伝えて、信頼関係を構築してたっていう形ですね。なるほどですね。価値観や自分自身のストーリー、生い立ちとか、商品の必要性っていうのはどういったものになりますでしょうか。今の時代になぜその商品が必要なのかとか、しっかりと追求していったっていうところです。例えばダイエット講座やってる人とかでもお客さんで痩せたいよっていう人がいると思うんですけど、痩せたいよって言いながらついついお菓子食べちゃうとか、ジム行かなきゃと思ってるんだけど、来年からやろうとか明日からやろうっていう人結構多いと思うんですけどもいや違いますと、もう今すぐ痩せないとダメなんですっていう風な教育ってやっぱしていかないとお客さんにもうズルズルいっちゃいますし、お客さんにとってもそれは不幸なことなので、今すぐ行動する理由とか、なぜそれを今すぐその商品を買う必要があるのか、そしてなぜ私から買う必要があるのかとかね、そういったホワイの部分っていうのをしっかりと訴求していくことで、商品っていうのが即決で制約しやすくなるということがあるので、ぜひ皆さんもね、こういったあたり参考にしてみていただけたらというふうに思います。基本的にはでもあれですね、うちの学科でお伝えしている24個のマスターテンプレートとか LINE の配信のあれを実際にそのまま使っていただいているっていう感じですかね。はい、そうですね、実際どうですかね、カリキュラムのテンプレートとかそういったのをみんなが使っていただいてまだ1ヶ月ちょっとだと思うんですけども、 LINE アットの教育だったりとか、テンプレートを使うことで自分が売りたい商品だったりとか伝えたいことがしっかりと伝わるので、作るのが結構大変だったりとか、それをやるのが大変だったりするんですけど、その後がすごく楽になります、結局仕組み化できるってことなんでね、ありがとうございます。今日ね、いろいろちょっと山田さんにノンストップで聞いてきたんですけども、山田さんね LINE の配信めちゃめちゃ上手なので、概要欄にもね、山田さんのインスタ、そして LINE も貼らせていただいております。山田さん LINE も勉強になると思いますので、ぜひ概要欄からね LINE 登録していただくと、山田さんからも今だけねこちらのプレゼントも受け取ることができるということですので、チェックしてみていただけたらというふうに思います。ということで、山田さん、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。私の LINE では弊社がインスタ1000アカウント以上プロデュースして判明した今最も結果の出る再現性の高いインスタグラム集客のノウハウ動画、そして LINE 公式アカウントの配信で制約率の2倍3倍高めるためのテクニック系の動画をプレゼントしております。またさらにですね、今だけこちらに出ているね、弊社出版している紙書籍もですね、どれか1冊プレゼントしておりますので、ぜひね、興味ある方は概要欄から LINE に登録いただいてプレゼントを手に入れてみてください。またこの YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS 集客のノウハウを日々配信しておりますので、ぜひね、今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてもっとですね SNS を使って集客、そして売上アップにつなげていきたいという方はですね、弊社自宅で受けられるワンデー無料 Zoom 勉強会というのをね、日々行っております。こちらも興味ある方はね、下の概要欄から LINE 登録いただいて Zoom セミナーとカタカナの7文字でね、メッセージを送っていただきますと日程が届きますので、こちらからお申し込みしていただけます。今だけね、参加特典としてこちらに出ているね、豪華6大特典もね、無料でもらえますので、ぜひね、セミナーの方もご参加いただけたら嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。